こんにちは理性者高校の平野です、えー、今日は、えー、理性者高校サッカー部の、えー、トレーニングをご紹介したいと思います、えー、基本的には、えー、当たり前のレベルをきちっと、えー、高いレベルで、えー、やっていく質を上げるというふうなことでやっています特に変わったトレーニングは、えー、やっていないんですけれどもどの辺にこだわりを持ってやっているかっていうのを、えー、皆さんのトレーニングの中で参考になればというふうに思いますぜひよろしくお願いします はい、えー、続いてのトレーニングなんですが、これグリッドを使って、えー、パスアンドゴーを連続してやっていきます、えー。少し簡単にボールの動かし方を。えー、はい、そこからパス、はい、落とす落としてパスアンドゴー。さあ外側に、そして横のパス、落とす、そしてパスアンドゴー。ハッシュップ。はい、この時にしっかりと注意してもらいたいことは、しっかりと。 ねえー、目標となるある程度のターゲットが決まってます、そこにしっかりとパスを出そう、足元へのパスではなくて、スペースで走ってる人と、ね、スペースに出されたパスがうまく出会うという風うなこともちょっと意識してやろう、そして、えパスした後に相手を振り切ってっていう風うなこともイメージもしっかり考えながら、しっかりとやりましょう、いいですか、パスゴー。 スペースでうまくて人が出会うように、受ける側のタイミングもそそうそうしっかりと。 そう,そうおしっかりボールトラえるようになってきたよはい今度は走ってる人間とパスのスペースでうまく出会えるようにスペースでスペースでうまく出会えるようにそう悪くないいいぞいいぞいいぞ信じて走んなさい出ないと打ち破ることできないでしょう さあ来た、はい、クイック、さあ信じてて走っいいいいればいいパスだよはオッケーこのトレーニング、もちろん今、右足でしかパスを出していないので、もちろん逆の回転で左足を使う、両足を使えるようになるというふうなことも大事だと思っています技術の反復と動きの連続というふうな形でコンディションを上げていきたい。 状況によってはこのグリッドの幅をもう少し大きくすることで強度負荷のコントロールをするというふうなことも可能です。